はじめに、ボールの持ち方について解説します。まず手はこのように、指と指の間を大きく広げて、バーの形を作ります。ここから親指を回転させて、人差し指と中指が親指と正対するか、中指と薬指とが親指と正対する形を作ります。手の形はどちらでもいいですが、今回は中指と薬指が対面する方で実践したいと思います。なおこのように親指と他の指が対面する手の形をオポサイトポジション、対立位と言います。ちなみに、いきなり話が脱線しますが、このように親指と他のすべての指とで綺麗にオポサイトポジションが作れるのは、地球上のすべての動物の中で人間だけです。本当にどうでもいい話でしたが、よかったらどこかで使ってください。では本題に戻ります。次に、ボールの中心に線を引き、オポサイトポジションの手の状態で、人差し指か中指、あるいは人差し指と中指の間を、この中心線に添えてボールを持ちます。なおこの時、手のひらがボールにつかないように気をつけましょう。ボールは指の腹の部分から第一関節付近までで支えます。だから正面から見ると、このように手のひら部分に隙間が生まれます。そして指の第一関節より手前がボールに触れていなければ、この体勢で指と指の間から向こう側の景色が見えるはずですのでチェックしてみてください。ボールを構える感覚がつかみにくい皆さんは、前腕から指先部分がゴルフのティーになったつもりで、その架空のティーの上にボールが乗っているイメージを持っていただいてもいいと思います。ここまでがフィンガーグリップと呼ばれる、最も一般的なボールの持ち方の解説となります。フィンガーグリップでボールが持てるようになったら、正面から見た時に、右膝と右肘とボールが一直線になる位置で、そして横から見たら、右足のつま先か右足の土踏まずの延長線上になる位置付近でボールを構えます。なおこの体勢のことをセットポイントと言います。セットポイントでボールを構えたら、腕をまっすぐ上に伸ばしてシュートしてみましょう。次は今最も注目される技術の一つであるバームグリップと呼ばれるボールの持ち方を解説します。バームグリップでもフィンガーグリップと同じようにボールの中心に架空の線を引きますが、バームグリップでボールの中心に添えるのは親指か親指と人差し指の間です。また先ほどとは違い、オポサイトポジションは作らず、手のひらをべったりとボールに密着させます。するとこのような持ち方になります。なお、バームグリップでは片手でセットポイントを作れませんので、ボールの側面か若干前方にガイドハンドを添えて両手でボールをコントロールします。バームグリップでのシュートの打ち方を解説します。フィンガーグリップではセットポイントの時点で人差し指か中指、あるいは人差し指と中指の間をゴールと正対させてまっすぐ腕を伸ばしていましたが、バームグリップでは腕をボクシングのストレートパンチやバスケットボールのチェストパスの時のように螺旋状に回旋させながら伸ばし、人差し指か中指、あるいは人差し指と中指の間がゴールに向いたところでボールをリリースします。つまりこの2つのフォームは、ボールの持ち方やセットポイントの形についてはかなり違いますが、リリースとリリース後の体勢はほぼ同じなのです。
さてこのフィンガーグリップとパームグリップのシュートの比較についてですが、もちろん実際にシュートする皆さんが打ちやすい方を選んでいただくのが大原則ですが、私たちとしては特にロングシューター系選手には上半身のパワーをより発揮させやすいパームグリップの方をおすすめすることが多いです。なぜパームグリップでボールを持ち腕を回転させながらシュートする方を推奨するのかというと、実は人の腕の骨には進化の過程でねじれが発生しています。このことで他の生物にはできない高度な作業ができるようになったのですが、その代わり体幹から伝わるパワーの伝達効率が悪いという弱点が備わってしまいました。例えばボクシングのパンチのような腕を前に伸ばす動作をするときに、手のひらが真下か前を向いた状態で構えて、そこから腕をまっすぐに伸ばす方は多いと思いますが、このやり方だと手先のコントロールはしやすいものの、脇が開きやすく、体幹のパワーをうまく腕に伝えることができません。体幹のパワーを効率よく腕に伝える方法はいくつかありますが、一番手っ取り早いのは、まず手の甲を外側に向けた状態で構えて、そして内側方向へ軸回転を加えながら伸ばす方法です。このように腕を動かすと、人の腕に発生しているねじれに沿って腕を伸ばすことが可能で、また脇が締まった体勢で構えることができます。これと同じ現象がチェストパスでも確認できます。腕をまっすぐ伸ばしただけではボールはうまく飛びません。チェストパスを出すときに腕にスパイラルな軸回線をかけるのは、体幹のエネルギーを腕に伝達しやすくするためでもあるのです。といった現象がシュート動作にも出現しているわけです。手を前に向けた状態を維持してパンチするように腕を動かすのが従来型のフィンガーグリップ系のシュートで、これに対して威力のあるストレートパンチを打つ時のように腕に軸回線を加えながら伸ばすのがパームグリップ系のシュートなのです。ここからはパームグリップを使う選手のお手本として、このスタイルのパイオニアでもあるステファン・カリー選手のシュートフォームをご紹介します。まず親指とゴールとを正対させます。ここから腕を回旋させながら伸ばしていき、人差し指か中指、あるいは人差し指と中指の間がゴールと正対した位置でボールをリリースします。なおカリー選手は人差し指と中指の間か中指でリリースすることが多いようです。角度を変えてもう一度解説します。親指をゴールと正対させてセットポイントを作ります。そして腕に軸回転を加えながら伸ばし、人差し指か中指、あるいは人差し指と中指の2本でボールをリリースします。